이 접근했는 데서요. 서 가, 시가시 나가라 미숙세나 이걸 가게도 그러려고 그러고 시험이 있더니요. 그래가 됐지, 내 아니지사. 아시랑 ついて 이고 도났다면서네. 오야분들아, 오메라가 ついて 있단자. 오사마를 안 하시면 오사마한데, 때, 고, 突き返されましてね. 오메가시가 시험이 돼야, それ こそ 오메가시가 개깜빡이가라. 니시노 아가시모토가 고마를 때 본자네가.
おめえが無事に出てきたならそっくりそのまま返してやると、そういう優しい言葉だった。それがどうしてそんなことに。だがいざ水楼から出てくることになって、和賢主が縄張りを返してもらいに行ったんだ。それは剣もほろろの挨拶だった。あの土間縄張りは俺が力で取ったもんだ。返してほしけりゃ力ずくで取りに来いと。なんだって。踏むやら蹴るやら殴るやら、挙句の果てには俺の和賢衆は人たちを見て殺されたってのか。和賢衆が殺されて俺は黙って引くことはできねえ。あの男と喧嘩になる。わかった。おめえが俺のところへやってきたのはその助っ人を頼みに来たってわけ。そうじゃねえ、そうじゃねえんだ。そうじゃねえ。あの男次郎ってはお菊さんにとっては実の兄貴、兄貴にとってもゲリラの人だ。そうだ。そんな人に助っ人をしてくれと頼みに来たわけじゃねえ。だがもしも兄貴が向こう側に着きゃ兄貴の姿が見えたなら、俺だって度数が鈍って喧嘩にもなりゃしねえ。だから兄貴、この件に関して一切手出しはしねえでほしいんだ。まさかおめえと兄さんとがもつれているとは知らぬ。この話は俺に預けてもらうぞ。そのつもりでおめえもここにいたんだ。だったらとことん甘えてくれよ、水くせ。そんな時の兄貴分じゃねえ。心配するな。何を喧嘩をするばっかりが男同士の話じゃねえ。男同士の話の付き合いってのは他にもある。俺が一人で今からあの村へ行ってくら、兄さんのところへな。俺が直で話をすれば兄さんだってきっと分かってくれるはず。だがもしも、もしもだよ、こじれた時にゃ取るのが喧嘩だ。まあこの話はこの大谷七が預かったぞ。どこに行くんです？あ、そう、あのお村へな。兄さんのところに？あ、そうよ。何かあったんですか？なんでもないよ。兄さんがよ、俺たちの祝儀に顔出してくれた。それっきりこっちも無沙汰だ。これから顔出さねえって兄さん怒ってるかもしれねえからよ。長くしの顔見たらなんだか兄さんの顔が見てくなったんで、ちょいと言ってくれ。ねえ、おばさん。俺によ、火事場泥棒みてらまだよしておくなさいよ。
4月の8日だけはこの通り神戸の名越に仕切らせてやっちゃもらえませんか。仁吉、貴様はご命を捨てに来たか。いやいや、ノートム、何言うのかにしろよ。こっちが話をするんだ。今までお菊の兄と思えばそのあっしゃおめえさんを立ててもきた。だがここまで仇の心がわからねえ人ださ生まれやった。4月の8日根陣山神戸の中地に仕切らせますからよく覚えておいてやってくんない。兄さん、いい加減に目を覚ましてもないよ。あっしら当世は何でございますか。お互いに表街道を歩けずに裏街道身を詰め合って歩くのはあっしらじゃございませんか。それをお前さんは表街道を堂々と違ったな片手に仇を泣かせて歩くつもりで。お前これで済んだと思うんじゃねえ。すまなかったらどうなるんですか。そうだ、喧嘩だな。上等じゃねえか。花からそれを狙えるな。兄さん、悪い虫に食い込まれましたね。言ったって始まらねえや。4月の8日は何の日だか知ってますか。釈迦の日だ。それともう一つ、平身の野跡目を継いだあの野徳次郎、おめえの命日になるかもな。あ、いたかとり、お母さんからました。4月の8日公人山だ。逃げも隠れもしやしね、公人山で待ってるぜ。おいおきく。はい。はいじゃねえ。直しちゃんが言われて言ったさ。はい。なぜわざわざ起こして待たしてた。お前さん、そんなこと。おめえ俺に口答えするのか。違うんです、違うんです。俺は家庭に起きていたんだ。筆と紙を持ってこいと言ったんだ。兄さん
と栄養系というのが今ここで引っ張りと切ってみせます。だからお願い、私を様に置いて出てきた。おきくおめえはもう俺の女房じゃねえんだ。俺とおめえはな、都政のしがらみの中でしか生きていくしかねえんだ。おめえってやつ、ねえ、みきさん、
おめえは俺の女房だ。おきく、俺ができすぎた。俺の。何があっても争うのかい。たとえ三途の川を渡るときだってよ、俺が手を引いて渡ってやるぜ。死んだばかりなのに。
なぜ束にかかってでも、なぜ仁吉を守らなかったんだと聞いてんだ。申し訳ございません。黙れろ。申し訳ありません。てめえがついておりながら、ご勘弁なすってことない。おいぶん、あちらにもついておきながら、おかしことを守ることができませんでした。勘弁しちゃってください。申し訳ありません。勘弁しちゃってください。待っておくんない、兄さん方。兄さん方にその頭を下げられて、一人残ったこのわしは一体どうしたらいいんですか。西はそうて三月の恋女を離縁までして、戻り祝言あげてやろうじゃねえか。おやぶ、支度しろ。